清水場鍼灸整骨院院長の金岩です。アスリート治療とはどういうものかを説明させていただきます。アスリート治療とはまずスポーツをしている人が対象になります。 2,3 日後また翌日に大きな大会があるよ、試合に向けてコンディショニングをしたいよという声がたくさんあります。その方々が今の状況よりも少しでもパフォーマンスがアップする、チームのために貢献ができる、自分の満足度を高めるためにアスリート治療っていうのを受けられている方が多いです。その方々にはグローブ療法を長めに提供しています。スポーツの種類によって目標が違います。目的が変わります。なのでグローブをする場所も変わります。競技特性によって変えております。なので患者様が、あなたがどのようなスポーツをしてて、どういうふうなところにストレスを感じて、どういうふうに持っていきたいのか、それをしっかりと把握して、それをアスリート治療という形で提供していきます。グローブを使って筋肉を緩め、筋膜を緩め、すごく足を軽くしたりとかですね、泳ぐんであれば肩の関節を動かして楽にしてあげる、ストレスを取っていくっていうのにすごく効果が高い状態です。アスリート治療は体全体を見て、また軸も合わせ、次の大会、次の試合に向けていいパフォーマンスが出るコンディショニング作りの治療だと思ってください。お待ちしております。心寄り添う清水橋鍼灸整骨院です。私は患部だけの修繕修復だけではなく、心寄り添うホスピタリティあふれたような治療院を作りたく独立開業いたしました。今ではその思いに共感してくれるスタッフとともに患者様をお迎えすることができています。何かご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。